はい、西口ドアのドアラジオ、はい、始まりました。いやいやいや、新鮮ですね、今。いや、本当にそうですよ。今回からですか。はい、今回から、はい、MC、 MC が MC ですか。 MC ですね。 MC と言っていいんですか。MC を、させていただきます。就任しました、大島美希です。普段女優やっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんで本来いるはずのサタデーナイト修造さんがですね、はい、はい、今日はなんか事情によりいらっしゃらないということで。まさかのですよね。ねえ、まさかのですよ、ね、本来はね、いらっしゃるはずなんですけど、やっぱりね、月末は忙しいです。ああ、なるほど。繁盛してるんですかね。そう、まあ分かんない、何で来られないのかはよく分かんないですけど。さっきからなんかズームでは繋がってはいるみたいなんですけどね。そうですね。まあご本人もその認識してるのかしてないのかよく分からず、うんうんうん、そうですね。ここにある iPad から、ここにね、今 iPad があるんですけど、なんかうめき声だけ聞こえてきます。さっきからこっちの声は聞こえてるんでしょうか。そうですね、ちょっとまだわからない状態なんですけれども。、まあ、Zoom で参加されるということですね。ということですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。では大島美吹さんということなんですけど、はい、なんか意気込みとか。意気込みですか。ありますか、この番組やるの。そうですね、私なんかそのプロレスとかって全くこの触れたことがなかったので、うん、この機にね、なんかちょっと触れて、はい、しかもお笑いプロレスを、ね、そうですね、されている団体ということで、ちょっとなんかいろいろ調べて面白そうだなって思って、面白しかないですね。新しいね、なんか扉を開けたらなって思います。おドアラジオだけに。そうですね、ドアだけ に、 ね、ドアだけに。そう、え、それ考えてきたんですか。違いますよ。あ、すごいね。思ってたより優秀でした。フジ君の声ですね。関係ないけど。ということで、はい、まあ、そろそろゲストさんを呼び込みますか。どうしますか。そうしますね。いや、なんかね、さっきからね、あれなんですよ、威圧感がすごいですよ。そうですね。なんかこの番組結構あのね、西口ドアの看板選手たちとか、はいはい、レフリーの方とか、はい、主催の方とか来られますけども、はい、まあ、お会いしたいなって人に会えるっていう楽しさがいつもあって、はいはいはい、今回の方もね、なんかこうずっとお見かけはしてたんですけど、はい、なかなかこう話しかけるチャンスとかなく、じゃあ今回こう話せるのが初めて。初めてで、いや、なんか怖いなと思ってたんですよ、はい、見た目もあれだし、うん、でかいし、うん、あれなと思ってたら割とあの相当礼儀正しい感じ。そうでしたね、めちゃ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 謙虚ですね。これ言ってもいいのかあれですけど、うん、はい、そうですね、だなっていう印象を受けましたね、はい、もう楽屋がすごく僕はあの過ごしやすかった。でもご本人はいまだに修造さんがいないのが納得いってないらしい。そうですね、ずっとさっき直前までおっしゃってましたからね。今日知ったそうなんで、ね、それはでもびっくりしますよ、それは。そうですかね、うん、まあまあそうですよね、今日知ったらね。そうですよね。ということで、もやもやを抱えたままの登場となりますけど。、はい、そうですね、はい、よろしいでしょうか。早速お呼びしましょうか。はい、じゃあ本日のゲストは西口ドアの現場監督ですね、お中村珍介さん、どうぞ。しちゃった。うわ、暴れるわ、暴れる。すごい。暴れるわ。映ってないけどそこ。うわ。映ってないですよ。綺麗に画面からアウトしていく感じね。映ってないんですよね。映ってないし、いろいろ心配。どうぞー。どうぞー。ここなら映る。ここも映りますね。はい、あ、ここ映る？いいですよ、テーブルの上でやってみます。あ、大丈夫ですか？すみません。いやー、うおー、柔らか。もうこれやんないと。出ました、出ました。はい、すごいな。この、なんすか、この体の構造どうなってるんですか、これ。え、これいつまで？よいしょ。あ、どうも。気が済んだ。あ、どう、西口ドアの現場監督、中村珍介、よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。修造、本当に、どうなってんすか、本当。
もやもやしたままの登場です。よろしくお願いします。いやいや今日はありがとうございます。一瞬だけじゃないよ本当。どうですか、はい、そのまあ修造さんね、まあ、先輩だと思いますけど、はい、先輩ですね。先輩ですよ。先輩だから良かったです、こんな仕打ちをしてくれて。本当に後輩だったら、いやダメでしょう。どうします。いやいやもうで今朝一発連絡をしたんですよ、はい、7月の頭に仁助、うん、スケジュールどうって来たんで、まあ、修造さんにはまあ毎回お世話になってるんで、はい、出ますともう全然もうスケジュールも見ずに開けときます、うんうん、ありがとうございます。これですよ。まあご本人も言い出しづらかったんでしょうね。いや今朝、あそういえば駅は聞いたけど場所聞いてない、はい、じゃあ、すいません、あの住所だけ送っていただけると、まあまして場所送っていただいたら自分で調べるんで行きます、はい、丁寧に、はい、あのセブンイレブンが近くにあって住所はどこどこです、うんうん、よろしくね、うんうん、これですよ。この仕打ちですよ。いないってことは伝えてもらえなかったね、うん、今日よろしくお願いしますって言ったら、なんか LINE のちっちゃい、うん、あの見ましたみたいな、こんなあ、はいはいはい、顔マークのね、行かないようでしたこれ。行かないようのグッドだったんですね。よろしくねだったんですね。待ってるねじゃなかった。うまいことやっといて。あ、そうです。あんな意味があったんですか、あんなちっちゃいスタンプに。いや、意外と深いですね、あれ。いやいやいや。注意深い。何なんですか。で、しかもまた、月末だから忙しそうなんですね、なんておっしゃったじゃないですか。月末にしかやってないじゃないですか、これ。何なんですか。適当、みんな適当なんだから、本当に。はじめまして、本当に。怖い、怖い、なんか声でかいし。はじめましてがダブルで、何なんですか、本当に。いや、まあ、そんなもんですよ。でプロレスも、まあ、初めて聞きましたけど、はい、全然わからないです。もう地獄でしょこんな。プロレスのこと知らないのに。いきなりベトーンってなって。でもちゃんとね予習をすごいしっかりしてきたっぽい。いやいや、でもだとしても ごめんなさいね。もう一回やりましょうか。おかわり。これなんです。わあ、近い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 。これなんですよ。すごい。もうこれしかないんです。すごい。ごめん、これしかないんです。それよくリングでね、やってらっしゃいますよね。これしかない。そうなんですか。すみません、いろんな方が座るでしょう。椅子すいません、本当に。大丈夫ですか、ね、中村俊介、どうもどうも。あ、はい、本当ですか。大丈夫ですか。どこまででも大丈夫です。まあそうですね、吉江さんも出てるそうなので。吉江さんが出れたってことは NG ないってことですからね。はい、そうなんですか。うん、まあ、ガノ正宏よりちょっと面白かったって言われるのに今日は頑張りますけど。ガノさんも良かったっすよ。ガノはやめて。うん、まあそんなわけで中村俊介さんなんですけども、はい、もう中村俊介っていう芸名でずっとやってらっしゃるんですかね。いや違うんです。笑い始めた時には、はい、芸歴19年になるんですかね。あ、長い。長い。で途中でもうコンビを解散して、ええ、そのコンビの相方も、うん、小学校からの幼馴染で。でね、吉本の学校 NSC っていうのがありまして、はいはいはい、でそこに一緒に入ろうと、うん、そしたら9年経った時に、はい、俺一人でやりたいわって言い出した。おー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 っと。なんかあれですか、こうあのいざこざがあったとこじゃなくて、じゃないじゃないじゃない、単純に一人でやりたかった。9年コンビでやったら、はい、あ俺ピン芸人やりたいんだってことに9年経ったら気づいたらしい。気づいたんですね、相方さんが。でも僕廃業しようと思った時に、はい、プロレス好きの先輩から、はい、西口ドアっていうのがあるから、うん、暇だったらピンスポ手伝って。おお、ピンスポ。ピンスポ。最初ピンスポ。ピンスポ。ピンスポ当ててたら、はい、今ちょっと出てくる。こうなるわけです。こうなるわけです。もうこれね、暴力だよこれ。怖い怖い。結構な勢いで。この形、名前とこの形だけ。大島さん。はい、大島さん。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 いいよ、ちゃんと変態が来た。あんなに楽屋でおとなしかったのに。びっくり。ちゃんと変態やってるこの人。すげえ、やっぱ西口ドアだわ、この感じ。もう今暑いですもん、熱気がすごい。暑いですね、本当に。寒くなんかないんですよ、だから。本当ですね、はい、もうやることいっぱいありますもんね。はい。はい、いや、でも体、もともとは、じゃあ、お笑いやりながら、はい、プロレスも、好きだったとか、そういうこと。そうそう、プロレス好きじゃないと多分ついていけないと思います。ああ、そういうことなんですね。
あのまあそうですね、あの元ネタがわからないとっていうのもありますけど当然、うんうん、プロレスごっこなので相手がこんなことしたいなんつったら次こういう提案もできるし、うん、プロレス好きであればなるほどなるほど、はい、おその中村慎介さんのこれをやろうと思われたのはやっぱりファンだからみたいなことなんですかね。違います、酔った勢いで先輩にやれって言われただけなんです、うん、そうなんですか。あ、なんか絵が出てますけどね。完成ですよね。あ、私ですね、はい、いやいや、だって僕普通の2ブロックのね、はい、チョキチョキって雑誌見てはこの髪型にしてくださいって言った普通の髪型のお兄ちゃんでしたから。おその何かが似てるからこれをやるってなった。知らないです、もう酔っ払いの先輩がこうやってじーっと見て、お前中村慎介やれって言われて無理っすよ、髪長くないっすもん。あ、まあいいっす、了解です、これやりますやります。おお、そこは忠実に。いや、もうなんか、100均行って、黒い系とかあって、うん、頭につけて、うん、でこんなテカテカのね、ズボン、はいはいはい、なかなか売ってないよ、まあ、革パンだと動きづらいし、うん、ああちょうどいいのがないですよね。ストレッチが効くズボン、うん、H&M とかフォーエバー行って、あのなんか外人の女の人が履いてそのピタッとしたあのテカテカのズボンを買い、はい、マウスピースってどこに売ってんだろう、歯につけるね、こういう、はいはいはい、あ、どこで売ってんすかね。確かにデビュー戦はもうあの味付けのりを貼ってやりました。もうそれしぐらいしかもう思いつかずに、すごい、ずっと美味しい、美味しい、ずっと美味しい。もう後半ぐっちぐっちになる。味付けである必要はあったのかって話ですけど。確かに、あのね、うん、切らなくていいって。ああ、もうこれで入ってるから、ね、マウスピースサイズなんです。ああ、マウスピースサイズじゃないです。ご飯こう巻くサイズがちょうど歯のサイズなんで。はい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 、松屋の朝定食で出てくるやつ、ちょっと小さめでちょうどいいみたいな、ね、これ中村さんのモノマネ始めた後旅館行ってこれをごそっと持ってくる癖がついちゃった。朝替えのね。そうそう、あのギリ後方。いや、だからこれで持ってるのがしんどかったんで、はい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 、これから1枚だと3週間ぐらい経つとごそってなっちゃうんで、小分けがね、小分け。いや、いろんな大変なエピソードがあったんですね。いや、大変な一つもないです、大変なことは。はい、今日が一番大変ですよ。いや、でも友達いると思ったのに。でもそんなもんすよ。そんなもんすか。そんなもんすよ、もう。僕真面目なのかな、ちゃんと意外と見てきちゃったんですよ、これ。あ、予習を予習しちゃったもんだから、あ、この感じなんだ、へえ。いいねー。いや、本来だったら本当にここでね、もちゃもちゃ喋る、滑り散らかすデブがいるんですけど、もういないですね。大好きなおじさんに会えると思ったのに。いつでも会えるわ。いねえで、あんね、はい、ひどい。いやいや、大丈夫。あまねの姉ちゃんもいねえし、どうなってんの、ほんとに。あまねの姉ちゃんいなくなりました。先月、西口ドアの会場に中継つないで、どういう、おい、あまね、おい。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。いなくなりました。あまねせな、みたいな、出てくるんじゃないですか、今から。あ、そういう仕込みがあると思ってます。はい、なんもないです。なんもねえの。気をつけて。今あのどこどこに来てますみたいな。第一試合が終わりましたみたいな。あの日も大変だったっすね。ね、全部いない。全部いない。そう吹っ飛び。で、はい、知らない人と50分喋れ。コンコン、コンコン楽屋入ったら知らない人がいて、はい、ご挨拶して、はい、で知ってますって言っていただいて、はい、あ、そうですか。あ、もうこっから深く聞けない。でもこういうタイプの芸人の方って何でしょう、楽屋おとなしい方が多いんだなって思います。いやいや、そわそわですよ。もう周総さんとあんなことやこんなことを喋ろうと思って来たわけですよ。ああ、うん、電車に揺られて、はい、なところも、あ、周総さん、なんかスタッフの方、お疲れ様です、すいません、よろしくお願いします。そしたらね、はい、大島さんは、はい、よろしくお願いします。なんだこれはって。いや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 。どうしよう。うん、とりあえず喫煙所に行こうとしか思わなかった。ああ、もうここから抜け出したい一心でですね。うん、なるほどなるほど。どうしたんすか。まあ、ここが一番試されてますからね。いやいや、そんなつもりでここで来てなかったですよ、本当に。ここでどんだけ残せるか。いや、来てなかったですよ、ふらっと。ああ、お世話になってる先輩の仕事の手伝い、はい、何かね、力になれれば、うんうんうん、なるほど。
いねえ。まあ大丈夫ですよ。よろしくねえなんで。まあよろしくねえ。あれですよ、修造さんからのよろしくねえのグッドマークがね。修造さんのよろしくねえは絶対ですから。これね。それですよ。そりゃいると思うじゃないですか。確かに確かに。今日午前中の話ですよ。この場所を聞いて、うんうん、よろしくお願いします。ちょん。ええ、何ちょんって。あんま好きじゃないんじゃないですか。いやいやいや、じゃあ呼ばなきゃいいの。いやでもなんか結構ほら前から決まってらっしゃったじゃないですか。4月の頭にね、もらって。あ、俊介さん来てくるんだ。いや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 、なんか嬉しかったですよ。あの先輩に、ね、なんか手伝ってって言われたら嬉しいじゃないですか、うん、これだけ、これだけで多分その何日か後ぐらいに大島さんを連れて、うん、あの花見が主役に行って、はいはいはい、まあ修造さんに挨拶しようと、はい、したところをちょっと出れんかもしれんと、はい、言ってたので、うん、そのだからまあだいぶ前から言うチャンスはあったんでしょうね。いや言ったつもりだったんですかね。いやどうなんですかね。いや知らないですけど。今ご本人がね。さあまずちょっとズームね。まあ、あそうか、修造さん繋ぐんですもんね。そうそうそう。だからその本意は後で聞きましょう。うん、なんかね半ぐらいになったらズーム繋がるそうなんで。半ぐらいなんですね。じゃあもう少し。7時半、はいはい。そうですね。一番忙しい時間じゃないですか。なんで抜けれんだろう。どういうつもり、7時半に抜ける店長なんか聞いたことないですよ。まあそれまでちょっと陳介さんのお話をいろいろ伺いたいんですけど、はい、もう、はい、させていただきました、ね。まあさっきも聞きましたけど、西口堂入って9年10年、まあそうですね、10年ぐらいになるじゃないですかね、中村さんをやるようになってから、はい、あピンスポからの、そうですね、ピンスポからのレフリー挟んで中村慎介さん、そっかそっか、そういうことか。なるほど。そうです。なんかそのじゃあ同期って言ったらあれですけど、同時ぐらいに西口ドアに入った方って、あ、ガノス、ガノス、ガノス、あ、そういうことなんですね。ガノがその同日お披露目みたいな感じで、おお、次の西口ドアからはこいつらが出ますみたいな、うんうんうん。でガノと僕が、いつの日なんかね、わかんないの、長野正弘さんというのですが、気遣いができる、いやいや、ガノっていうのがいましてですね、はいはい、気遣いができるタイプのやべえやつ、いやいや、だって死ぬほどつまんないでしょ、いやいや、そんなことないですよ、そんなことない、大丈夫ですか、はい、大丈夫、わかんない話、なんか全然僕麻雀とかも好きで麻雀の話ですよ、M リーグの話とかでも全然、西口ドアの話を聞いて、大丈夫ですか、はい、なんか。好きなスポーツとかあります？好きなスポーツですか？はい、めちゃめちゃ話するじゃん。スポーツは。なんですか？家で何やってるんですか？家はずっとアニメ見てる。あ、出たアニメ。はい、ゲストに気を使われるタイプの MC。アニメいいじゃないですか。全然あのね、お話聞きたいんで私。いや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 、僕も大島だって見てる方、大島さんのね、はい、ことを見たくて見てる方もやっぱり。いや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 、今日は。大島先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ大島さんもね、あのファンを たくさん抱えてね、いやいや、まあ、そうです、女優さんって聞きましたよ。で5月にやらせていただいた僕のプロデュースした舞台があります、はいはいはい、そこでヒロインを務められて、あらま、そうですね、公演を満席に導くという、あら、まあ、私の力ではないですけど、あの20人のキャパを埋めたんですか、少ねえな。西口ドアレベルじゃん、やめろ。カレー屋か、やめろ、立ったらもっと入るわ。ねえ、立ったらもっと入るよ。そうですね。そうね。でも後ろの方の人は、ね、寝技が全く見えない。かわいそうにな。さっきみたいになりますね。すいません。大女優さん。大女優。いや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 、全然そんなことないですもん。いやでも演技も素敵でね、あの、なんと歌も歌ってしまうという。いろんなことされてる。あ、それ。あ、ジャンルツボがある。すごいな。急に。それ西口感満載のそんな。だって西口ドアのって忘れてた、そうだよな。そうなの。大島美吹のではない。そうですよね。そうかそうか、確かに。MC 修造ランド控え室にも貼ってあったの。いいっすよね、あの人。でもあの本当にいいっすね、修造さんって。もうなんかね、全然何言ってるか分かんないところがなんかいいし。いや、いいです。唯一無二の選手なんですよ、西口ドアに。ああ。いないです、いないです、もう、うん、あの弱々しい存在感と、いや、なんすかね、いないんです、あんな人はもう出てこない、おお、うん、じゃあ逆に天才ってことですか、というだからなんすかね、まあよく言えば天才ですし、うん、逆に言うと、うん、まあなんかね、まああれを多分1万円払って見てたら笑えないのかもしれないです、2000円だから笑ってるのかもしれないです、みんな。
あ、2000円ぐらいの芸人ですね。いや、2000円ぐらいの芸人って言ったら失礼になりますけど、でもやっぱり秀曹さん の、 あの西口ドアでの試合ぶりというか、はい、一度しかお会いしないと思いますけど、うん、なんかできない動きというか、あと形、人の形、形おもろい、そうなんです、人の形、変わった形してますよね、うん、でちゃんともう実況にいじられながら、うん、ちゃんと特に誰のあれっていうのもないですよね、あの人ね、誰の真似ってこともないし、あ、そうなんですか、なんかね、よく目の奥に宿る炎とか言うじゃないですか、はいはい、あの人の目の奥には何もないんで恐ろしいぐらいに、ただただ漆黒の目をしてる吸い込まれそうです、ね、なんかいや、また違うんすよね、あー、おっかない、おっかない。でも千助さんはその西口堂に入られてから秀曹さんとお知り合いになられたって感じ、はい、そうですね、秀曹さんとは西口堂に入ってからです、はい、あ、僕はあの秀曹さんが居酒屋の店長されてる時に出会った、政治犬、そうです、はいはい、なので数々のやらかしエピソード聞いてるんですよ、なんかあのお客さんに、うん、なんかめちゃめちゃこう、なんつうの、センスでごまかそうとしてめちゃめちゃ滑るみたいな話とか、はいはいはい、いろんなエピソード聞いてるんですけど、うん、なんかその西口ドアの中で秀曹さん の、 あの目立ったエピソードとか裏話とかってなんかありますか。あ、それがですね、全くないんですよね。じゃあいないのと一緒ですね、うん、いないのと一緒ですね、うん、漆黒ですからね、漆黒なんだ、いや、なんですかね、見落としてるんですかね。でも秀曹さんで笑ったことはたくさんあります。あ、本当ですか、はい、どんなあの面白いエピソードとかあります？いや、そういうことを聞かれると全く思い出せないんですけど、漆黒だわ、存在感漆黒だった、うん、見えなくなっちゃう、ね、秀曹さんで本当に秀曹さんの試合を見て本当たくさん笑ったことは絶対にあるんです、うん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 、だから楽しみですし、あ、毎回あの絶対秀曹さんの試合は外さないというか、受ける、うん、絶対受けますから、ね、こんなに大好きな秀曹さんですけどね、うん、はい、まあ、登場まであと8分いいっすよ、まあ、頑張って腹に運んでもらいましょう。いやいや、多分だって8分後に多分タバコ吸えるって喜んでるんじゃないですか、あの人。多分タバコ吸いながら参加するだけでしょ、あの人。店長が7時半に休憩入るんですか。いや、まあでもね、これも大事な仕事ですから。あ、まあ、はい、仕事捉えてるんですか、中蔵さんは。これをめちゃめちゃ前のめりにやってらっしゃるんで、多分仕事マインドです。あ、それ月1回、月1回の今日、うん、晴れ舞台ですよ。お。まあでも任されたと、うん、ね、うん、そうですね、大役をね、そうです、もちんすけさんなら大丈夫と。いや、絶対嘘だわ。全然大丈夫ですよ、ね、おすみません、うん、もう完全にあれですね、スイッチ切り替わるタイプの危ない芸人さんです。いやいや、全然普通ですよ。まあ、いやいや、危なっかしいこともしましたけど、はい、いやいやいやはい、どうぞ。そうか、なんかその西口ドア自体の、はい、あの、まあ僕らはほら普通に観戦して楽しませてもらってますけど、うん、はい、ありがとうございます、うん、舞台裏のなんか裏話とか、 あの選手実はこうなんだぜみたいなこととか、どうなんですかね、何かがあるって言ったら、まあ若い人からやめてくっていう。すごい問題ありそう。なんかあるんですか。わかんない、ない、全然全然ない、全然ない、ちゃんとブラック企業が、いやいやいや、ない、違うんです、違うんです、全然ないです、主催が怖いとかそういうことでもない、じゃないぞって、こうやってね、あんまり、なんなんすか、うん、番組というか、うん、やらせてもらって、すごいクリーンな団体です、怪しくなりますけど、はい、大丈夫ですか。まあ、ただ若い人からやめていくっていう、へえ、なんでなんだろう、やりにくいんですかね。いや、全然全然、どうなんですかね。いや、なんか参加することによって、はい、まだ見えてなかったものが見えてきて、うん、新たな道に進みたくなる、その背中を押す西口ドア。あ、前向きに。そうです、そうです、そうです。なるほど、ね、じゃあドアをやめられた方は大体売れてると。まあ、なんすかね、まあ歯切れが、歯切れは悪いですね。周年大会やるってなっても別にそこに花を出すわけでもなく、お久しぶりですなんつってね、奥さん連れて遊びに来るとかもなく、なく、うん、なかったことになってますね。なんか経歴に書くとかでもいや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 、だから前向きで、あのね、新たな道の、はい、はい、
それはじゃあもう気持ちよく背中を押したいですね。そうですそうです、うん、あまだまだ俺こんな才能があるんじゃないかっていう才能を発見する場所西口堂、うん、この辺でよろしくお願いいたしますこの辺勘弁してください。いやいいじゃないですか西口堂は。なんかあのファンの方が強いんですよね。根強いというかね、ファンの方、うん、あの濃ゆいというかどうなんでしょうね。あのはい、あの毎回来ていただく方もいらっしゃいます。本当に感謝しております。いや本当にあの素晴らしい存在意義のある西口ドアは見たことないですね、はい、当然ね。そうなんです、まだちょっと。まあそうですね、うん、だからね、はい、次の9月はちょっと見に行かせてもらいます。あ本当ですか。9月のなんかあれでしょ、大きいイベントがあるんでしょ。ああそちら、はい、ありがとうございます。出た出ました。9月12日新宿フェイス。こちらがですね、はい、まあハードコアチョコレート、お洋服屋さん、うん、うん、中野とかではもう歩いたら絶対誰か着てるっていうぐらいの T シャツのブランド屋さんなんですけど、うん、まあまあお世話になってそこの宗社長と、はい、まあ面白いことしましょうということで去年から西口ドアとの合同興行ということで今年も、はい、新宿フェイス9月12日にやらせていただきます。でですね、まだカードはい、まあ、出場選手は発表したんですが、対戦カードの方は発表しておりません。なのに、西口ドアの、はい、持っているチケットは、うん、ほぼ完売しております。すごい。なので、チケットが欲しい方は、ハードコアチョコレート様の方で、あのまだ少しチケットがございます。はい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 、どうぞどうぞ、はい、本当にこっちの都合も無視しやがったよ。せっかくのね大事な時間だったんですよこれ。なかなか今繋がる、いや繋がるのかな。修造さんが、修造さん今出てきたいらしいです。映ってますか。あお疲れ様です。映ってます。映ってないです。映ってはないです。声だけ、声だけです、はい、お疲れ様です。ちゃんと顔出してください。カメラ今多分オフになっちゃってると思うので今日難しいです、すみません。ちょ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 、飲みの誘いしたわけで映ってないです。ちょっと待って今映ってないです。修造さん聞こえます。すいません。修造さんお疲れ様です。中村ちんすけです。うん、聞こえてます。ちんすけくん、はい、聞こえる、聞こえてます。聞こえる、聞こえますよ。今日のギャラもらって帰ってね、すいません。いやいやいや、そんな主義。失礼します。あーあ、申し訳ない。あ、消えた。あ、消えた。これだよ。え、すごくないですか。顔すら見えなかったですよ。レレ今カメラこっちから文句言う間もなくこんなことあるんです。どうしますこれ。いやいやいい、しょうがないですだってもうあんな先輩にあんな元気ないすいませんって言われたら他に何て言ったらいいんですか。もう言いようがなかったですね完全にもう、うん、今 LINE で済む内容でしたね顔も出さず、そんな元気なくね、すいませんって、うん、多分怒られた直後なんでしょ。わかんない。いやもうどうしましょうか。もうなんかちょっとみたいなね。で、修造さんどうなってるんですか。いやいやいやもうみたいな。今度会ってないですからねみたいな。はい。すいません。そのノリもできず。すいません。受け取れません。ギャラもらって帰ってね。ひでえ話だこれはちょっと遺恨が残りますね。そうですね顔もね見えなかったですね、ずっとね。ちょっと手だけ繋いでてもらってまあね、うん、傷ついた時は、ね、可愛い女の子に手を繋いでもらうしかないですね仕事だと思ってちょっとちょっと先輩に1回の電話で2回すいませんって言われたらもうこっち何も言えないいや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 、はい、
まあ、あのぶっ殺しましょう。いや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 大変なんでしょうね、わかんないですけど、はい、あのでもね、その9月12日の大会に話戻しますけど、はいはい、修造さんも出られるし、どうします、来ますかね、もうそれすらも危うい、どうしましょう、来んのかな。でも陳介さん現場監督ですから、それなりのマッチメイクの権限とか、ね、いやでももう あのすいません、うん、1回目のすいませんはこれで、2回目はこっちのこと言ってたんですかね。え、あ、そういうすいませんだったんですか。わかんないです、もうすいません、無理ですよ。すいません貯金が溜まってしまって、修造さんにあんなにすいませんってやってるの。いや、わかりました。一応、はい、修造さんも出ます。そうですね。はい、出て、あの動く修造さん、あ、生で見れますね。見たいかな。いやいや、修造さんが、うん、汗一つかかないところぜひ汗一つかかない、 あんま汗かいてるとこ見たことないです、プロレスごっこなんですけど、じゃあ小手先で試合してるってこと、ね、いやわかんないです、そういう何かしらの特別な技術なのか、汗をかかない技術がね、あるのかもしれない。あ、なるほど、涼しい顔で、はい、すみません、何回も出していただいて、9月の12日に、はい、ございます。西口ドアの方のね、うん、芸人の方に問い合わせていただいてもいいんですが、うん、まあ確実に今チケットを取っていただけるということであれば、はい、ハードコアチョコレートさんのホームページからそちらでチケット買えますので、ぜひよろしくお願いいたします。ね、すごいですね。試合決定前に完売ってどういうことなんですか。みんな頑張ったんですよ。いや、頑張ったんでしょうけど。みんな頑張ったみたいで。最近試合もあんまなかったから。そうそうそう、はい。盛り上げて終わってくださいとラインありました。すごいな、あの先輩。かわいそうに。すみません。これは若いやつからやめてくわ。これか。これですかね。うん、そうか、まあ、これ面白いと思えるか思えないか、ね、はい、そこですね、うん、いやでも良かったな、さっきの消え方、修造さん、すいませんすいません。みんなに聞こえてましたよね、ちゃんと修造さんの声。いや僕もう覚えてないです。何にも爪痕残してくれなかったんで、この状況に対して。電波には残ってるんですよね、わかんない、僕らにしか、そうなんですかね、そう、それすらもちょっと、ね、っ音声が拾えてるのかどうかもわからないまま、うん、ね、一応ここに ね、修造さんと連絡を取る機会はあるのに、うん、修造さんの、なんだろう、生きてる姿というか絵は全く、そうですね、ね、確認できてないですよね、あれがだから録音だとしても誰かしらがこうやってるかもしれない。これちょっと流しといて、今そうか、すいません、すいません、ギャラもらって帰ってください、すいません。だいぶ生きてるかどうか怪しいですね。あ、そうそう、もうこれ生存確認しに行かないとね。そうですね。で、その9月12日、はい、まあ僕も大島さんも観戦しに行かせてもらって、はい、あ、ありがとうございます、はい、楽しみです、すごく、ちょっとこれで、だからこういうもんだっていうのを、はい、そうですね、まあ、どういうもんだかっていう、まあでもそこにあのいつもの西口ドアとは違って本物のプロレスラー、もう体バキバキのでっかい人がいますし、まあなかなかなんですかね、めったに見れないようなレスラーの方も、汚れていい服で遊びに来てください。わかりました。なんだそれ、なんだそれ、なんだろう、わかんないです、わかんないです、わかんないです、わかりました、なんだそれ、いや、わかんないです。まあまあ楽しみに、はい、楽しみにして、汚れがいっぱい出てるとかじゃなくて、じゃない、やめてください。あ、違う、ピカピカの芸人さんばっかじゃないですか。確かにね、本当にどこに出しても恥ずかしくない、もう恥ずかしくないのはもうこっちの感覚の麻痺の問題ですけど。待ってくださいよ。もう金ピカのね、うん、本当に個性豊かな芸人さん、いやいや本当にもういつテレビのね最前線に行ってもおかしくない芸人さんばっかりが揃ってますよ。おかしくないっすね、もう一軍が、一軍中の一軍ですから。これどこまで本気で言ってんだろうな。よろしくお願いしますよ、本当に、ね、なかなかね、このポスターというかチラシね見ていただいても知らねえよって人が多すぎるかもしれないですけど、いやいやいや、でも知れば知るほどやばいっすからね。なんかもうお笑い芸人と一般人の狭間の人とかもいますし、まずよくわからない。基本的にはまあレスラーを僕みたいに真似してるっていう選手も多いので、それなんとなく、はい、プロレスを好きな方でしたら、曲だけは本物が流れますんで、お、体
勝手に曲が本物が流れますんで、あ、あの曲だけは本物なのでモノマネ元の選手の登場曲で、はい、でプロレス会場ですし、うん、本物の曲が流れてる、はいはいはい、でビール片手に目をつぶれば、うん、そこはまるでオールスターそうですね、うん、団体の垣根を越えた、はい、そうです、ちょっと視力悪い人にとってはパラダイスですね。そうですね、あ、なんか目にちょっとビール垂らしながらこう楽しんでもらう目から酔うスタイルです ね、 そうですね。まあなんかね、今平日ですけどちょっとなんかきつめのやつを入れてからお楽しみください何が来ても笑えるようにして、はい、まあ、基本的には面白いので、うん、ぜひ。めちゃめちゃ面白いですよ、僕は結構ファンで。まあね、はい、やっぱりプロレスは見られるんですか。昔見てましたね、あれですね、NWO が全盛期、はい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 、武藤がどんどんやられてきて、はいはい、ああいうあの辺見てました。じゃあ最近のもぜひよろしくお願いします。お願いします。今なんですか、おすすめのプロレスラーとかっているんですか。おすすめますなんですかね、一番最近入ったところで言うと、一番最近入ったのが永田選手のモノマネっていうのも不思議な感じで、ああそうっすね、永田 GU っていうのが、はい時代に逆行してる。いや、そうっすね、なんかいっぱいねいるのに岡田選手がいたりとか、あの若い選手、清水選手とかいたりとか。そうですね、そんな中で、うん、なんすかそれ。あ、ツイッターにコメントが届いてます。これはアットマークアズパン FM をつけてツイートすると番組にコメントが届くんですよ。なので結構ファンの方からコメントが届いてそれ読むとか、そういうシステムなんですよ。さん今スマホいじってるんですか誰から来た。修造さんから来てますね。 LINE で済むのをわざわざツイッターで送ってきたと。はい、あの質問が来てます。質問が来てる。はい、はい、皆さん好きなスポーツは何ですか。あとドラクエで一番好きなナンバリングは。とあの質問が仕事中に。はい、あ、まあ仕事しろって感じ。すげえな。もう陳介選手が引いてます。すんませんの人ですよね。さっきなんかいたんだかいないんだ。なんか、ね、すんませんすんません。はい、そうですね。多分ね。まあ多分本人ですね。そうだね。サタデーナイトシューズっていうあのね。本人かどうかわからない。声がどんどんちっちゃくなって。まあね、それはさておきということで。なかったことになります、うん、このコメントがね、今。でもね、事前にね、修造さんから、はい、こんな質問をしたいみたいなのが準備されてて。え、そう。もう、陳介さんと大島さんに質問。あ、私もですか？っていうことで、来てます。いつからあの人は来ないつもりだったんですか？ねえ。でも、事前に準備してあるんで。ちょっとでもね、その質問の内容があんま面白くないんだよな。まず一つ目、出身はどこって来てますね。やばいっすね。結構やばいっすよね。わかんないっす。陳介さんでもどちらなんですか。出身は千葉ですけど。あ、もうずっとじゃあ千葉なんですか。千葉です。いや、うん、え、これ、うん、質問としてもやばいっすけど、大喜利としたらもっとやばいっすもん、ね、今千葉って答えちゃったのもちょっとやばい。いや、そうそうそう、だからあ、いけねって今思いましたけど。あ、いいっすよ、じゃあ先に大島さん聞いときますんで。いや、いいっすよ、僕は千葉でいいです千葉出しました、千葉なんて笑いに貪欲じゃないですか。違う、おっかなすぎるでしょそんな、あ、事前に、あと出身地等だったんですけど、はい、芸歴は何年目って来てます。まあこれお話ししましたね。大島さんどれぐらいになるんですかね。私は7年とかになるのかな。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。身のある7年だと思いますよ。いや、7年目のとか記憶にないですもん。ああ、本当ですか。芸歴8年くらい
をギュッてまとめた多分2週間とかだと思います。あちょうど修造さんと一緒ぐらい活動期間と何だろう記憶と活うん、ギュッてしたら本当に2週間ぐらいだ7年じゃあそういう意味じゃ修造さんと同期ですねかもしれないですね同じ2週間を過ごして、うん、同じ2週間キュッてしたら本当にあとゴールデン街でバイトしたりもデタラメでした、はいはいはい、ああいいですねーゴールデン街でされてたんですねそれめちゃくちゃな若手時代とかやっぱ過ごされたんですか走りたいご多分に漏れずいやめちゃくちゃじゃなかったですね割と普通だったんじゃないですかねあそうなんですかうんなんかやべえ生活とかしてそうないやね、それがね、はい、割と普通すぎるぐらい、なんだろうな、ね、やっぱあれですよね、若いうちに絶対家は出た方がいいっていうのを思いました。あ、出なかったんですか？出なかったです。親父と二人暮らしだったんで、家行っちゃったんですよ、ね。はいはい、あんま出ることもないかな、みたいな感じですよね。で、ね、なんか一人ぼっち、すんのも、まあ、理由ねえしなっていうので、うんうん、家出た方が以上です。何の話？大喜利としては0点でした。いや待ってくださいよ。すいません。いやこちらこそすいません。名前言いました。すいません。何が0点だ。すいません。すいません。いえ。で最後に今の一番の夢は何って来てますよ。これ結構やばいですね。大島さんからちょっと私ですか、こんな質問真面目に答えなくていいですよ来てないのもう大島さんはでもまともに答える人ですよ。あ、大島さんそうですね、はい、まともに答えるターンですよこれ。私は今年中にツイッターのフォロワーを1000人超えた、うん、おやりましょうやりましょう。今何人ですか？今900、うん、何人だったか203とか。まあまあ達成できそうな目標ですね、はい、現実的に、うん、なんかクオカード上げますとかやったらねバインって。あ、全然違った。34、934。あー、もう行きましたね。大島さん、じゃあ結構私そのあんまりファンがいないのでそんな感じには見えないですけどね。ちょっとフォロワーをねこれからちょっと増やしていけたらなっていうのが目標です。よろしくお願いします。さあ来ましたよ、しんすけさんのターンですよ。しんすけさんの目標、しんすけさん今の一番の夢は何ですか？一番の夢ででん、9月12日の西口ドアを成功させることです。あーいやいやいや最高っすね。本当にありがとうございます。なんで今俺なんか岩ちゃんが降りてきました。お肉ギャグやりますってやってください。いやいや、また知らない言葉が出ちゃってすいませんね。なるほど、予習も全部してきた。あ、本当ですか？うわ、真面目。真面目すいません。結構意欲的に仕事に取り組むタイプなんで。今、僕の一押しの女優さん。大島さん。よろしくお願いします。いやいや、いいじゃないですか。ということで、じゃあ、そんな感じですかね。あれ質問、あ、3つで終わりですか？3つですね。3つでゲスト中村珍介に質問の内容を振り返りながらのトーク。やば、まあ、内容薄かったな。やば、3つなんかまともなことを言ってるようでやば。あれですね、先輩からの投げってやつですね、はい、いやでもお前らできるだろうぐらいの、うん、感じはちょっとあります。信頼されてるな。え、西口ドアのこの、はい、ラジオって言って西口ドアラジオ、まあ、そう、ドアラジオ、ドアラジオ、ドアラジオは何、1年、まだ1年経ってないですね。半年ちょろとかそんなのやつで毎月、そうっす。じゃあ、6回目ぐらいぐらいですかね。あ、うん、何回目だったか忘れましたけど、 あ、8回目でした。ごめんなさい。でも結構、うん、でもそうそうたるゲストの方々がね、ここ何人までっていうのあるんですか？一応4人か5人か、あ、4人までなんですよね。ああ、なるほど。じゃあ試合はできるってことですか？はい、 できます。そうですね、はい、あ、まあまあって、まあまあ、あ、 OK でも、あ、でもあれですもん、試合なんつってもね、たくさんレスラーの方もこちらいらっしゃいますからね、うんうん、そんなの、あの、偉そうなことはしませんけどそんなみっともないペチ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 本当に好きなもんばっか食ってる我々が裸になって何しろって
でもやっぱこういうのってなんかあるんじゃないですか、あの乳首出しダメとかなんか動画だから、いやでも吉江さんが出れるぐらいの曲ですから。ああそう、あやばい、有料のやつですかこれ。吉江恒夫さんが出れるってことは18歳以下は見れないってことですね。まあまあまあ、どうなんでしょうね。そうなんだ。いや、ね、なんかね、放送コードないらしいですよ、この曲。すごい。乳首から何から何でも。いやいや、やめましょうやめましょう。まだ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 この西口ドアで盛り上がっていきたいので、一つそこは。はい、はい、ありがとうございます。嫌われたくない。好感触というかね、好青年ですよね。いやどうなんですかね、こうすいません。いやなんかやばいのはキャラでやってるだけで。やばくないですね。まあ、どうなんですかね、まあ、こうやっておしゃべりするっていうのにジロ食ってから来るっていうのもどうかと思いますけど、ね、あのいいですか、意識が高くいやいや、一発歯は磨いたんですけどね、はいはい、やっぱり自分でも分かるんだよな、この辺になんかいるっていうのは。うん、まあ確かにあのいい感じです、うん、多分ね、ドア開けたらファーってなるぐらいね。それな、画面から伝わるかな。しこたま喋ってますからね、ちゃんとあの右見て左見て。いや、そうそうそう、うん、ははははありがとうございます、はい、腹減ったしこたま、ごめんなさいね、女優さんにね、ニンニクぶっかけながら今日は一個一時間すいません。さすが、いえいえ。じゃあ告知タイムということで、もうそろそろ番組もおしまいですから、はい、じゃあ改めて、ちんすけさん、はい、からでいいのかな。あ、はい、明日もラーメン二郎千葉店で午前中から働いております。よろしくお願いします。おめでとうございます。ラーメン二郎行きたい。行ってみたいわ。それ、ね、それじゃないよって言ってください、ね、違う違う違うつって。いやそうなんだ、朝から入れるんだ。いや働きもんやな。普通にただみっともない話しただけだけど、こいつバイトしてんだ、こんな髪型で大変だな。いやもうでも二郎感ありますね。どこがですか。いや雰囲気というありました。なんかこういかつめの感じでさ。いやいやいや、二郎感ってなんですよ、やめてください。あ、そうですね、西口ドア9月の12日にございますので、はい、はい、まあ年に1回しかございません。下は3000円からお席ご用意ありますので、ふらっと来ていただいてお酒も飲めますので、シューソーランドの、まあ、去年ですね、シューソーランドはい、プロレスラーと戦いまして、うん、ボコボコにされてるっていう。いいっすねー。でですね、今年も同じ選手をぶつけました。ーカード発表お楽しみに。ちゃんと芸人やってる。はい。こちらからは以上です、ゆうほさん。じゃあ大島さんいきますか。いいですか。私もですね、8月の23から27日にですね、恵比寿のエコー劇場というところで、あの月結び、この紡ぎ結ぶ約束の糸という舞台に出演いたします。で、あの私結びチームのヒロインとして出演させていただいております。またヒロインやるの。そうなんですよ、本当これ去年の夏にやる予定だったんですけど、コロナでちょっと中止になってしまって、まあ、リベンジということで、うん、でこれ今流れてる曲、私がちょっと歌わせていただいてまして。おい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 。そうなんですよ。この曲が主題歌なんです。そうなんです、オープニングとして、うん、あの流れる曲なんですね。これはドヒロインじゃん。がっつりのヒロインやっていただいてますので、もしよかったらぜひぜひ見に来ていただけたらなと思います。才能、才能だ。いやいやいや、才能、全然全然才能、やばいやばい、才能。どうしたらいいんだろう。いや、安い。しょうがない、しょうがないよ。もう鳥貴族でやるやつ。いやいや、頑張ったんじゃないですか、50分。ありがとうございます。いや、本当に振り切りましたよね。初めまして3人で、すいません、なかなかな。いや、本当にすいません。息するたんびにニンニク癖は申し訳ない。なんすかね、初めましてなのにもう、まあ、ニンニクニンニクでございました。まかない食べたらそうなるってことですよね。まあ、そうそう、まあ、まあね、生野菜ですから、あくまでニンニクなんていうのは。あ、生野菜って生野菜です、くくりは。じゃあ最後にあの二郎素人の我々に向けて、はい、なんかあのアドバイス。そうそう、初めて行く時の、うん、あ、心構えみたいな。自分から発信せずに店員さんに身を任せてください。以上です。どういうことですか。あの、なんか変な知識を得て、
俺分かるんだぜを出さずに、あの店員さん優しいんで、そうなんか分かんないときは全部聞いた方がいいです。どれ頼んだらいいですかって。ああ、なるほど、そうなんですね、はい、あ、じゃあ初めだったらそれ押してってなります、ね、ああ、はあはあはあ、はい、やっぱ大体あれですか、その一般的なノーマルなやつ頼んで、あとトッピングみたいなことなんですか。まあ、それも聞いてください。あ、初めてなんですけど、あのなんかいろいろあるのってどうしたらいいですかって。困った顔しながら。そう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 、わかりました。じゃあ、何店でしたっけ。いいわ、バイトの告知はいいわ。じゃあそんなわけで今日は現場監督の中村ちんすけさんが苦戦しながら50分盛り上げてくださいました。苦戦って言わないでください。修造さん不在の中我々頑張りましたね。本当にありがとうございました。いや、お二人もニンニクの匂いによく耐えていただいてありがとうございました。いや本当に、ね、お腹空きましたよ。鼻以外全部曲がりました。すいません、申し訳ない。どこもこの辺なんですか。いやいや、おお、割と下ネタやりたかったタイプだ。じゃあそういうわけで西口ドアのドアラジオでした。また来月、ありがとうございました。